どうもこんにちは。今日なんですけどね、結構前に出した動画でビデオカメラを買い替えたっていう動画があったと思うんですけれども、その時にね、内蔵マイクで、どんな風に音が取れるのか、まあ、スタジオとかこういうね、ちょっとライブハウスとか爆音での環境で撮った時にどんな風に音が聞こえるかっていう動画を、以前に出してるんですけれども、今回はね、同じ動画を外部マイクを使ってやってみたいと思います。その外部マイクっていうのはね、内蔵マイクと違って、内蔵マイクっていうのは、この広範囲にわたって、左右でも前後でもカメラが置いてある場所から、聞こえる範囲、可能な限りで音を拾ってくれるんですけれども、今回使用するのが、ロードのビデオマイク GO って、ここに、写真出しておきますね。でこのマイクなんですけど、単一指向性マイクって言いまして、このマイクが向いてる向きに特化して、音を拾ってくれるようになってます。でこれをね、喋ってる声とかは、結構綺麗に撮れてると思うんですけれども、またこれ爆音で弾いた時にどうなるのか、実験してみたいと思います。撮る環境は、今日スタジオに来てますんで、スタジオで大きな音で、バックで CD 流しながら、また前回と同じですね、レスポールとマーシャルを使って、やってみたいと思います。はい、じゃあまず、内蔵マイクで拾った音を聞いてみてください。次はロードのビデオマイク GO で撮った音を聞いてみてください。
でしょうか。ちょっとね、僕自身はまだ音を聞いてないんで、まあ、編集しながらになるんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じなんですけれども、まあ、喋ってる声とかはね、あの今までの動画でもそうなんです、結構前からこのマイク使ってるんで、まあそれなりに綺麗に音取れると思います。まあこういう動画撮りたいっていう方はね、使ってみていただけたらいいかなと思います。前回の動画でのプレゼント企画なんですけれども、当選者の発表したいと思います。はい、ご応募の方ありがとうございました。今回ね、あの思ったより、応募があったんで、ちょっとね1名様だったんですけれども、2名様にさせていただきました。またね、あの外れてしまったって方も、またそのうちね何かやろうと思ってますんで、応募していただけたらいいかなと思います。はい、今日の動画こんな感じです。いかがだったでしょうか。参考になったらいいかなと思います。 Twitter やっております。フォローの方よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。